今日は、かつての球界のプロデュースだった山下大輔さんね、かなり今日は、深い話をしてもらうということと、まあ、球界にもね、こういう人がまだ活躍してもらいたいなという私は思いもあってね、今日はあの来ていただきましたね。よろしくお願いします。ありがとうございます。言えないこともどんどん言う、はい、ね、もう今日は怪我なく、怪我なく、体感なく、明るく励ましながら、はい、ピカッと生きてくださいます。輝いていきます。ふさふさだからって言いたいことを言ってる江本さんです。まあ、でも江本さんにとお話しするのをすごく僕はいつも楽しみにしてます。あ、いやいや、なかなかお話しする機会ないので、よろしくお願いします。